周日サテルは国立交通大学博士、台湾の交通官僚。中華民国交通部で台湾鉄路管理局局長を経て2016年より同観光局長に就任した。鉄道関係部局観光局大鉄出身者が観光局長に就任するのは初のケースとなった香港、韓国、中国、イギリス、フランス。 ドイツへの公務出張歴があるが、頻度としては日本への渡航回数が多い。大鉄時代観光局時代総領事に相当する、台北中日経済文化代表どころ、中日代表の社長邸とともに、日体相互創客拡大に注力している。州はその歴史的経緯から、双方の鉄道を日体の共通言語と表現している。従来から、 団体バス旅行者の多かった中国からの旅行者と比べて個人での鉄道利用者が比較的多い日本人旅行者への注目度を高めることが大鉄の活性化にもつながると感じておりまた観光局長就任後も蔡英文政権下で中台関係が停滞し特に大陸観光客数の落ち込みが顕著となっていたことから日本を含む 諸外国の観光客取り込みは急務だった。大鉄及び技術協力中の有山森林鉄路が、日曜の鉄道事業者との間で締結した、有効、姉妹提携は大部分が、州の大鉄局長、観光局長の任期内になされている。特に件数が多い大日では、話題性観旗と台湾から日本への送客には、貢献しているが、 日本から台湾への送客という点では、台湾側が満足する実績には至っていない。また提携に伴う、日体双方での隠しラッピング車両運行、駅弁の相互販売、乗車券キャンペーンも、州の両局長人気中に推進されている。ありがとうございます。